チャンプカーワールドシリーズ、チャンプカーワールドシリーズ、チャンプカーワールドシリーズは、かつて存在した自動車レースの一カテゴリーである。単に、チャンプカー、チャンプカーと呼ばれることもあった。フォーミュラカー、オープンホイールを使用した四輪レースであり、アメリカ合衆国を中心として開催される、独自のフォーミュラカーレースで、2003年に、経営破綻したカーと、 チャンピオンシップオートレーシングチームズを引き継ぐ形で始まったが2008年の1レースの運営をもってシリーズを終了した。レースによっては1イベントで20万人もの観客を集めることもあり人気が高かった。日本でも1994年から2002年までは NHKBS で2003年まで G スポーツニュース現ニッタレ G で放送されていた。 その後は日本での TV 放送はされていないが、公式サイトで年間契約の課金登録をすることにより、英語放送のストリーミング中継や2001年シーズン以降のアーカイブ映像を視聴することがノーだった。1979年より、カート・チャンピオンシップ・オート・レイシング・チームズが、インディカーと呼ばれるオープンホイールマシンを用いた同名のチャンピオンシップシリーズを運営していた。 1990年代前半には世界的にも一時期 F1 と肩を並べる勢いを持った。その中で F1 からカート、カートから F1 へとドライバーの遺跡交流があった。ただ、そのためにカートに参戦するアメリカ人ドライバーの減少と何よりアメリカンレーシングそのものであるオーバルレースの減少に世界三大レースの一つで当時カートの一ラウンドを 構成ータインディー500を主催するインディアナポリスモータースピードウェイ、イムズのオーナーであるは不満を持ち、1994年には、イムズが1996年より新しいカテゴリーを発足させる旨の発表をすに至る。その後1995年までにカートとイムズとの間で何度か交渉が持たれたが、話がまとまらず、1996年から2つの シリーズに分裂することになった。カート側はインディ500をシリーズカレンダーから除き、それまでのレギュレーションのレースを維持する一方で、イムズ側は新たにインディレーシングリーグ、現、インディカーを設立し、インディ500を中心としたオーバルレース専門のレースを運営開催することになった。また、インディはイムズが持つ商標であるため、今までインディカーと呼ばれていたカート用のシーンが、 チャンプカー、チャンプカーと呼ぶように変更された。チャンプカーとは1909年から続いているアメリカ国内チャンピオンシップを走るマシン、すなわちチャンプカー。ちなみにインディカーは R 側のマシンの故障となった。R は1996年のインディ500に25、8ルールを導入した。これは R シリーズに参戦するドライバーに、 33台中25台のスタートポジションを保証するというものだ。カートはこれに猛反発、ミシガンインターナショナルスピードウェイにてという大規、オーバルイベントを企画し、27台のエントリーを集めた。97年以降もカートは、インディ500と競合するスケジュールでレースを開催した。しかし、分裂後もメーカーの参戦、ドライバーレベルの高さ、 レースの面白さもあって2001年まで盛り上がりを見せ、分裂前のブラジル・オーストラリアに加え、日本やヨーロッパにも進出したカートだったが、2001年のポップオフバルブをめぐるターボケートと呼ばれる一連の騒動や、2002年末のエンジン規定改正をめぐるいざこざで、トヨタ、ホンダが撤退、両者は2003年に RA 移籍したことで、シリーズ自体の存続が危ぶまれるようになった。 また名門ペンスキーをはじめ、それまでの参戦、チーム、ドライバーも多数が R へと移籍、さらには2002年末をもって、それまでの冠無理スポンサーであったフェデックスが、スポンサーシップから降りてしまったことが、決定だとなり、2003年にカートは破産した。破産当時、旧カートの株式評価額は1株当たり25セントまで暴落し、R のトニー・ジョージが、 九州合併を見込んだ買収に意欲を見せたが、旧カートの有力チームのオーナーであり、経営陣にも名を連ねていた、フォーサイスレーシング、キロボルトレーシングテクノロジー及びダンペティ、フォーサイスの共同オーナーの4名が連名で、オアーズ、オパンウィールレーシングシリーズという新団体を設立、カルコーベンがチェアマンとなる形で、旧カートの存続を目指すことになった。こうしてカートは2004年に、 終わらずに全ての資産を売却し、運営団体、名称としてのカートは消滅。その後チャンプカーワールドシリーズ CCWS として再生を図っていたが、2007年のシリーズ開幕を前にタイトルスポンサーであるフォードが、スポンサーシップが経営目標に合致していないことを理由に、同年1月26日にタイトルスポンサー契約の打ち切りを決め、 これらの影響に加え、アメリカ国内でのモータースポーツ人気がナスカーに集中し観客動員等の低下傾向が見られるようになったため、トニー・ジョージとケビン・カルコーベンの間でシリー合併の交渉が行われ、2008年シーズンから R とシリーズを統合することが決定、事実上 R による吸収合併であった。 プロモーターとの契約の関係で、同年4月20日にロングビーチ市街地コースで行われるレースを最後にシリーズが終了した。チャンプカーの吸収合併により、チャンプカー側が開催権を保有していたロングビーチをはじめとするロードコースの大イベントの多くや、トップチームのニューマンハースレーシングをはじめ、ロケットスポーツや、 デールコインレーシングなどほとんどのチームやドライバーがインディカーへそのまま合流したが、トニー・ジョージの経営方針への不服従を直接の理由としてトップチームの一角であったフォーサイスレーシングがジャンプカーと運命を共にする形でチーム自体を解散。HVM レーシングにミナルディの名称を対応していた元 F1 チームオーナーでナケン保持者のポール・ストッターとも ジェラルド・フォーサイスと同様の理由で HVM から手を引きアメリカのレース活動から去っていった。またエンジンサプライヤーのコスワースとシャーシメーカーのパノスもジャンプカーの消滅とともにそのままアメリカンオープンホイールから撤退した。なお、旧ジャンプカーの一部の関係者が最後まで従属を拒み続けたトニー・ジョージはインディ500の開催と R を運営する傍ら 両シリーズの最大のライバルである、ストックカーのナスコーアにブリックヤード400の開催を承認するなどの行動をとっており、ナスカーを通じて、カーとジャンプカーのオーバルレースの開催に、間接的に影響力を行使できる立場であった。トニー・ジョージはまた、フォーミュラ1や、ロードレース世界選手権、モートジッピーを、レーストラックを大幅に回収してまでインディアナポリスへ、昌平、ルにおいてはを主催し、 ママコのエドカーペンをメインドライバーに起用するという露骨な縁故主義を示した。結果として R は2000年代初頭のカート前世紀にはインディ500を除くほとんどのレースイベントにおいて不入りに、あえぐ状況を出た。1996年シーズンの時点でナスカーとカートの全米視聴率はほぼ拮抗していたが、カートの弱体化に伴いナスカーは、 全米最大の人気を持つモータースポーツとなり、シーズン統合後も未だ、インディ500を含むインディカーの人気は、ナスカーのそれに及ぶ回復を見せていない。レースジャーナリストの派行した状況を総括して、トニー・ジョージの派遣のためならば、手段を選ばない露骨な経営方針と、カーと、ジャンプカーのレギュレーションやシーズン運営方針に対する主体性の無さ、その両者が繰り広げた不毛な構想は、 結果として、インディ500を含むアメリカンオープンホイールの人気を失墜させる原因となった。これらの事例は近代スポーツにおける最も自己破壊的な行為である。と断じており、ニューヨークタイムズは2009年のトニー・ジョージのインディアナポリス CEO 辞任に際して、アメリカンオープンホイールを愛する純粋な、米国人ファンにとっては、彼の辞任はあまりにも遅きに失した。と報じた。 シリーズの特徴としては、常設サーキット、ロード、行動コース、ストリート、オーバル、末期は開催せずの3種類のコースで行われ、まんべんなくどのコースでも速さを求められるカテゴリーになっていた。しかし R の台頭やナスカーをはじめとする他カテゴリー統括団体によるオーバルトラック買収の影響により、オーバルレースは減少、後消滅を余儀なくされ、またロードレースでも、 独立資本のサーキットが減少している事情などもあり、末期には他団体や特定メーカーの干渉を受けにくい。ストリートレースがシリーズの中心を占めるようになっている状況だった。エンジンは2.65リッターのシングルターボで燃料としてガソリンではなくメタノールを使用するのが特徴。なお、インディカーは2007年よりエタノール燃料に転換している。また、 F1 などで禁止されているウィングカー構造の車種を使用していた。マシン、エンジン、タイヤに関しては、レギュレーション上基本的には、どのメーカーでも参戦できることになっていたが、2002年のソードにより2003年よりエンジンは、フォード、コスワース、タイヤは、ブリジストンの独占供給となっていた。マシンは以前は、レーナード、ローラが供給していたが、2002年の レーナード倒産により、一時、ローラの独占状態となった。2007年からは、パノスが、新車足を、独占供給することになり、車腹の切り詰めなどを思い切った改正が行われた。2005年シーズンからは、レース中合計60秒間だけ、エンジンパワーを増大させることができる、プシス、パスボタンや、本気のアタック時に使用する、サイドウォール部分が赤く塗られた、ソフトイヤ、 通称、レッドタイヤなどの新機軸が導入された。またステップアップカテゴリーとして、過去に、F3000 に近いインディライズ、2008年より、R 主催の旧インディプロシリーズがこの名称に解消、F3 に近いフォーミュラトヨタアトランティックのに、カテゴリーによって、カートのフォーミュラピラミッドが形成されていたが、インディライズは2001年をもって廃止され、 以後、フォーミューラーアトランティックのみ運営された。なお、フォーミューラーアトランティックは2006年より、タイヤが横浜ゴム、エンジンがマツダコスワースの供給となり、横浜プレゼンツ・ジャンプカー、アトランティック・パード・バイ・マツダとして、再出発が図られている。バッジネームのみという形ではあるが、マツダにとっては久々に、レース活動に復帰を果たしたことになっていた。 同カテゴリーは、チャンプカーのシリーズ終了後も、アトランティックチャンピオンシップの名称で引き続き、オワーズによる運営が行われ、松田等のスポンサーも引き続きシリーズ運営に関わっていくことを表明していたが、ただしタイヤ供給はクーパーに交代した、アメリカ国内の景気低迷の影響から2009年を最後に一時休止状態となった、その後2012年に3シーズンぶりに復活し、 2013年は休止されたが2014年からは再び継続的に開催されている。2001年にはカートを舞台としたシルベスター・スタローンの映画ドリブンが制作されたが本物のカートドライバーやマシンが多数登場する。一方でストーリーにおいて実際のカートでは起こり得ない事態が描かれている部分が多いカートで使用するメタノール燃料は容易に水でしょうか 分解が可能なため、映画の後半で起きるような雨の中での燃料漏れによる爆発は考えにくい。雨が降っているのにオーバルコースでレースを行っているなど。これは当初、ドリブンが F1 をテーマとして企画された映画だったため、カートを舞台とすることに変更された後も当初の脚本の設定が残っていたことが原因ではないかと一部の関係者は指摘している。 一時期、日本では2007年以降のレース開催を目指して、北海道小樽市では、小樽グランプリ推進協議会という NPO 団体が立ち上げられ、市街地コースを利用しての小樽グランプリの誘致活動を追っていた。だが、グランプリ開催を前提とするデモランに使う道路が国交省により許可が下りず、デモラン自体も無期限延期となり、さらに誘致を行っていたジャンプカーも消滅。 資金が集まらなかったこともありそのゴータルグランプリ、推進協議会の公式ウェブサイトも消えており、活動は事実上とんざした。東南アジア県では、オタルの他に、大韓民国もチャンプカー誘致を企画し、2004年にソウル特別市市街地コース、2005年と2006年に安山市に建設中の安山スピードウェイでの開催が、イベントスケジュールに企画されたが、 韓国側の開催計画のずさんさからスケジュールがたびたび延期された果てに、いずれの年も開催中止という形で終わっている。イベント、開催中、決勝日、日付は現地時間。イベント、開催中、決勝日、日付は現地時間。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。